どうもこんにちは、テーテチャンネルのひろしです。さて本日は、図書婦の任に職種に行くを送る応募について、定期テスト対策を進めていきたいと思います。では、まずは、授業前に一言からいきましょう。今回は図書婦の任に、職種に行くを送るを扱っていきます。近代史と呼ばれる漢詩になっています。形式は五言律詩となっていますので、ぜひぜひ覚えてください。この漢詩は友人との別れの悲しみとそれを克服しようとする強い気持ちを表した詩となっております。さて、いつも授業前に説明することですが、定期テストギリギリの場合は、現代語訳見ながらストーリー理解を重視してください。あとは音読重視で、まだ時間があるよという方は勉強のポイントを踏まえてストーリー理解、重要単語、重要漢字などをインプットして、それぞれ学習してください。で、それを、書き下し文にして音読を最低でも10回をやってください。はい。で、さらに、点数を取りたいよっていう方は、トレーニング、テキストみたいなのを作ってますので、それをぜひぜひやってみてくださいと。はい。では、進めていきます。まず勉強のポイントになります。まず一つ目、どんな風景を描いているのか、まずそれを理解しましょうと。二つ目、単語重要ポイント、漢字重要ポイントですね、をインプットしてください。で、そして三つ目、秘境禁止の工法を学んでいきましょう。さて本文に行きます。で、すいません、本文の前に重要漢字、重要単語をやっていきましょう。まず、図書婦ですね。図書婦とは、娼婦はかつて中国にあった役職のことを言います。続いて、職種、現在四川省を中心とした地方のことを指しています。そして、上傑、ここでは、長和の宮城を指しています。傑というのは、宮城の門のことを言います。そして、補、これは、助けるとか補佐するという意味でございます。で、続いて、三親、ここでは長安の付近一帯の地を言います。秦が滅んだ時の、秦の地が三国に、分割されたことによるものでございます。続いて五神、五神というのは職にある五つの渡し場のことでございます。で、続いて官有、役人となって故郷を離れていることでございます。官はこの字と同じ意味を指します。では続いていきましょう。書き下し文です。上傑三神をほとし、風煙五神を望む。君と離別の日。同じくこれ、寛有の人。海大地期損せば。天外も麒麟のごとし。なすなかれ、広にありて。次女と共に金を潤そう。という文章となっております。で、書き下し文、漢字など、漢字や送り仮名ですね、は、教科書によって違いますので、手持ちの、教科書に従ってやってきてください。では、現代語訳いきます。まずタイトルですね。図書婦が職種へ赴任するのを見送るという意味ですね。で、本文ですね。ここ、長安の宮城は三神の地によって助けられ、で、そびえ立っていて、風と霞の彼方にあなたが赴任する職にある五つの渡し場を望む。ここで君と別れなければならない私の気持ちは、私もあなたも、共に役人となって、故郷を離れているものである。まあ意味としては、故郷を離れている点では二人は同じなんだよと言っています。この広い世界に自分のことを理解してくる友人がいれば、そういう人がいれば、天の果てほど離れていても隣近所にいるようなものなんですよと。だからやめましょう。別れ道にあって。女性と子供のように互いにハンカチを涙で濡らすなどということは、という文章でございます。はい。では、重要な、漢字やポイントなどをやっていきたいと思います。まず一つ目、ここですね。ここの文、上傑三親をほとしというとこですね。で、まあ、和訳は先ほど説明しましたが、ここ長安の宮城は三親の地によって助けられ、で、そびえ立っていてという和訳、現代語訳でございます。で、重要ポイントは、まあ先ほど言いましたが、このほという字ですね、助けるとかっていう意味なんですけど、ここでは三神の地が、長安を守るかのように囲んでいる様子を言っております。で、三神というのは、先ほども言いましたが、秦の滅亡後、これですね、その項が三分割した要塞敵っていうね、三国のことを言ってます。長安の付近一帯の地のことを言いますので、ぜひぜひ覚えておいてください。で、続いて、風煙五神を望む、風と霞の彼方に、
あなたが赴任する職にある5つの渡し場を望むということでございますが、まあ、そもそも渡し場ってなんだと。渡し場とはですね、渡し船、河川などで両岸を、両岸を、往復して客や荷物を運ぶ船の発着するところでございます。まあ、船が離着するところだと思ってもらえればいいかなと思います。はい。では続いて、君と離別の意。ここではですね、ここで君と別れなければならない私の気持ちは、というところですね。で、ここは、君と、というふうに言うんですけれども、まあ、君と、あなた、と、娼婦、と、という意味ですね。と、まあ、英語では with に、相当する前置詞なので、ぜひぜひ、押さえてください。で、そしてですね、いいという漢字が出てきました。これは考えや気持ちのことを指しております。続いて、四つ目。同じくこれ、勧誘の人。まあ、これも、私もあなたも、共に役人となって故郷を離れているものなんですよ。まあ、先ほども出てきましたが、故郷を離れているという点では二人は同じなんですよ、というふうに言ってます。で、ここですね、同じくこれ。ここに出ておりますね、同じくこれ。同じく何々だよ、共に何々だよ、という意味でございますね。あなた、と娼婦も、私、大没も、共に、という意味でございます。はい、続いて、五つ目。海大知己損せば、この広い世界に自分のことを理解してくれる友人がいれば、ということですね。はい、海大、これ重要な言葉です。重要な漢字です。視界の、うちを指していて、まあ、天下、世界を表しているという意味でございます。で、古代中国では世界は四方を四つの海に囲まれていると考えられていたので、この意味が、世界、天下、世界を表すという意味になっております。で、続いて、知己、これ自分のことを理解してくれる友人という意味でございますね。続いて、天涯も麒麟のごとし。天の果てほど離れていても、隣近所にいるようなものだ、という意味でいいですね。で、天涯とは天の果て。まあ、これはですね、長安と蜀の地が遥かに隔たっていることを表しています。まあ、それだけ離れていたとしても、麒麟のごとしだと言いたいわけですね。麒麟のごとしとはどういうことか、隣近所にいるようなものだ、という意味ですね。で、この字は、秘境を表していまして、何々のようなものだ。何々と同じだ。という意味です。で、この漢字も、同じく使いますので、ぜひぜひ覚えてください。で、麒麟とは隣近所のことを指しています。で、この秘境という、形ですね。は、秘境形と言ったりしますけれども、これはこんな形で、表しますので、ぜひぜひですね、受験で、漢文をやるよという人は、覚えてみるといいんじゃないかなと思います。体言、名詞ですね。で、のごとし。体言、何々のごとし。で、今回は、麒麟のごとしって使われてますね。なので、こちらのパターン。で、活用語の連体形プラス、がごとし。何々するがごとし。みたいな風に使うこともできます。はい。で、ごとしはですね、助動詞なので、ひらがなで表します。たまに漢字書いてる場合もありますけれども、基本はひらがなで表しますので、覚えておいてください。で、続いて、なすなかれ、ひろにありて。まあ、だから、やめよう、分かれ道にあって。まあ、この、なすなかれ、っていうのは、禁止を表す、句法になりますね。句形になりますね。やめよう、という意味でございます。ね。これも、追加で学んでみるといいかなと思うのは、禁止形というところでございますが、これは、連体形、これ、ことが入ることもあります。連体形、こと、なかれ。と、接続して、ことがついた形から変読するパターンもあります。で、禁止はですね、なかれの他にも、べからずという風な形で表す場合もあります。ただですね、これも、まあ、プラスアルファの情報になりますけれども、べからずの場合は、禁止以外にも不可能、何々できないの意味もありますので、どちらの意味になるかはもう文脈判断をしてみてください。追加情報でございます。はい、続いて、次女と共に金を潤す。はい、女性と子供のように互いにハンカチを涙でずらすだとということは、まあ、やめようということですね。で、次女というのは、女性と子供の意味でございまして、
ここでは弱々しいものの象徴として用いられています。で、追加というかこれを意識すると読みやすいよということですけれども、次女とと読まれているんです。読まれているので、まあ、女性と子供と一緒にみたいな、with みたいなイメージで、解釈したくなるんですけど、こうすると意味が通じません。で、まあ、悲しくて涙を流す女性と子供のようにと解釈してあげてください。で、まあ、他の、教科書とかではここを、何々のごとくと、書かれている場合もありますので、その場合は普通に何々ようにと解釈すればいいかなと思います。はい、続いて。で、ともに、オーボスとトショーフと互いにという意味ですね。で、ここですね。金というのはハンカチや手拭いのことでございます。で、この字ですね、潤すと言いますが、それを潤す、ハンカチを涙で、まあ、潤す、つまり濡れる、つまり泣くという意味でございます。はい。まあ、ここまでザザザと説明してきましたが、一問教科書に載っている問題を、扱って、テスト対策してみようかなと思います。さて、教科書にこんな風に書いてあります。第7、8句には、作者のどのような心情が現れていますかっていう風な、質問が書かれていました。で、回答の、まあ、これね、ぜひね、自分で一回考えて、止めて、動画止めて考えてみてほしいなと思うんですけれども、はい。では、回答のポイント、行ってみたいなと思います。はい。で、回答のポイントはですね、まず、1句目、2句目、3句目、4句目、5句目、6句目、まあ、この3つに分けて、それぞれどんな、意味を、どんな気持ちを伝えているのか、どんなことを伝えているのかを踏まえた上で、7、8句目、どんなことを、どんな心情を伝えているのか、というのを、理解すると、いいかなと思います。まず、1句目、2句目。これはですね、まあ、文章を見返してもらえばわかるんですけれども、これ、長安と食とが遠く隔たっていることを表しています。そして、3句目、4句目は、まあ、そのことで、別れの深い悲しみを感じていることが出ているんですね。で続いて、5句目、6句目。ただ、四季。まあ、自分のことをしっかり理解してくれる友人ですね。が、いれば、その悲しみというのは取るに足らないということが現れています。で、それを踏まえて、7、8句目。どれがどんな心情なのか。っていうのを、表していくと、まあ、これ回答例となっています。今まさに別れようとする二人。オーゴスと、トショーフが、別れの悲しみに耐えきれず涙することなく、この悲しみを克服して、それぞれの道を力強く歩んでいこうとする心情。こういったものが現れているというふうに理解するといいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、ここの予想問題、教科書問題ですけれども、こちらはですね、テキストに載っておりますので、概要欄ですね。概要欄に、このリンクを貼っておきますので、見たい人はぜひぜひ見てみてください。さて、これで終了となります。まあ、漢詩ね、文章自体短いので、重要語句、重要漢字、重要句型ですね、と、条件をイメージして、覚えてみてください。ではでは、定期テスト頑張ってください。じゃあねー。バイバイ。